ほぼ。キャムゼクジャのトレミファ、オンプヒメ。雨にも負けず、風にも負けず、二宮金次郎の言葉にもあります。学問も楽しく、挨拶に笑顔もきちんと、誰にでもしましょうね。きちんと先生は知っています。すれ違う人はきちんとこんにちはと挨拶をしてくれます。これはとっても素晴らしいことだと感心しました。マズルカ。先生も日々いろんな発見をしております。きちんと気持ちよく挨拶をしてくれる子どもたち。これにはとっても感心しました。街ですれ違う人は笑顔でこんにちはを言ってくれる。これは本当に感心しました。それではまた。当ピアノ教室ではこんにちは、ありがとうございます。さようなら、などのご挨拶にきちんとピアノに向かう姿勢、正しい椅子のポジションに、打鍵の位置、ドレミの音名でどんどん歌いながら弾いてみること、ピアノ演奏の基本から表現力、頑張る能力まで身につきます。個人の能力や長所を見つけて、ニーズにお応えできる。これがピアノの上達の基本でもあります。それではまた。